ラビット2000ラビット2000は組み込みシステム向けにラビットセミコンダクターが設計した高性能8ビットマイクロコントローラーである。ディジインターナショナルはラビットのマイクロコントローラーとそれらのマイクロコントローラーを使ったハードウェアを販売するためにラビットセミコンダクターを買収した。命令セットは原型の Z80 マイクロプロセッサに基づいている。 しかし、一部の命令を削除するだけでなく、新しい命令も追加されている。ラビット社のマイクロコントローラーで失われた命令の中でも特に有名なのはセピアーである。セピアー命令は、ストリン、そしてマムシールのような使用頻度の高い標準新言語関数の一部を、より効率よく実装することを可能にする。ラビット社の資料によると、 原型の Z80 マイクロプロセッサより5倍高速に命令を実行する。すなわち、ザイログ EG80 と似ている。ラビット3000は、同一コアを搭載した、ラビット2000の編集である。しかし、内蔵周辺機器が、さらに強化されている。ラビット 3000A は、入出力と大きな整数の演算のための命令を多少追加した、ものである。ラビット4000は、 より多くの周辺機器を内蔵したものである。ラビット5000から始まる派生製品は実質的に異なるコンピューターアーキテクチャで構成されている。ラビット社のマイクロコントローラーのほとんどは内蔵フラッシュメモリと内蔵 SRAM を搭載している。それらは AD コンバーターとタイマーも内蔵している。ラビット2000はスモールデバイス。 C コンパイラと Z88DK というフリーのコンパイラによってサポートされている。ラビット社によって提供されるダイナミック C と商業サードパーティーによるクロス C のような有料のコンパイラも存在する。後者の2つの有料コンパイラは標準 C 言語のサポートがかなり不完全であり、現在のコンパイラのバージョンでラビット2000、3000はもはや利用できない。 ありがとうございます。